こんにちは、中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、築地場外市場春祭り半値市と子ども読書の日お話し会を、不正情報をお届けする中央ブックマークでは、 MR 麻疹風疹混合予防接種のご案内について、特集は新コーナー区内施設紹介、介護老人保健施設リハポート明石をご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡名喜織江です。今回はまず4月21日日曜日に投開票が行われた中央区長選挙の開票結果についてお伝えします。今回の中央区長選挙には5人が立候補、投票率は 44.04% で、4年前の選挙を 1.6 ポイント下回りました。選挙結果です。無所属の山本泰斗氏が 25,278 票を獲得し、初めての当選を果たしました。同じ日、中央区議会議員選挙の投開票も行われ、30人の新区議会議員が選ばれました。新しく決まった区長、区議会議員の任期は4年です。ここまで選挙関連の情報をお伝えしました。それでは続いて今週のトピックスです。4月20日土曜日、築地場外市場春祭り半値市が開催されました。築地場外市場のおよそ300のお店が一押しの商品を文字通り半額で販売するこのイベント、今回は築地市場移転後初めての開催となりました。午前9時からスタートした半値市、通常1600円の北海道産紅ズワイガニが半額の800円、一つ300円のマグロのカマが半額以下の100円で販売されるなど、場外市場の通りにはこの日限定の商品が数多く並んでいました。各店舗には築地の一品を目当てに多くの方が訪れ、にぎわいを見せていました。また築地魚河岸の各店舗にも半値市限定品が多数並び、調理の方法を尋ねたり、じっくりと吟味し品定めするお客さんの姿が数多く見られました。4月22日月曜日、日本橋図書館で子ども読書の日お話し会が行われました。毎年4月23日は子どもの読書活動に対する意欲を高めることを目的に子ども読書の日と定められていて、区内3カ所の図書館ではこの日に合わせてお話し会を開催しています。日本橋図書館では大型絵本や紙芝居の読み聞かせが行われ、多くの子どもたちが参加、優しくてユーモアあふれる図書館員の話に耳を傾けていました。また読み聞かせの途中で手遊びをする場面もありました。会場には体を動かしながら絵本や紙芝居を楽しむ子どもたちの笑い声があふれていました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は MR
麻疹風疹混合予防接種のご案内についてです。区では感染力の強い麻疹風疹の感染予防を図るために、麻疹風疹混合の定期予防接種を行っています。この予防接種は2回受けることで感染予防が期待できます。対象は MR1 期が満1歳以上2歳未満の方、 MR2 期が平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれの方です。対象の方には予診票をお送りしています。こちらに必要事項を記入の上、指定医療機関に提出すると無料で接種を受けられます。また麻疹排除や感染拡大の予防を図るため、麻疹の任意予防接種の費用助成も行っています。満2歳から MR2 期対象前の方で麻疹にかかったことがなく、 MR1 期を未接種の方、ご覧の年齢の方で麻疹にかかったことがなく2回の麻疹予防接種をしていない方が対象となります。中央区保健所日本橋月島保健センターで発行している任意 MR 予診票に必要事項を記入の上、区内の指定医療機関に提出すると無料で接種を受けられます。ただし免疫の効果から年度内に2度の公費接種はできませんのでご了承ください。ワクチンを接種するために必要な予診票をお持ちでない方や、転入された方で MR の予防接種を受けていない方は、中央区保健所日本橋月島保健センターで手続きを行います。母子健康手帳を持参してお越しください。続いては特集、区内施設の利用方法や特徴をご紹介する区内施設紹介です。今回は介護老人保健施設リハポート明石です。介護老人保健施設リハポート明石は、病状が比較的安定した高齢者がリハビリテーションなどを通じて心身の機能の改善、日常生活の自立向上を図り、住み慣れた家庭や地域で生活できるように支援する施設です。リハポート明石はリハビリなどを通し高齢者の方々の自立をサポートするという意味から名前が付けられた施設です。この施設では利用者の方の状態によって4つのいずれかの方法でリハビリテーションサービスを提供しています。1つ目は入所サービスです。おおむね3ヶ月間、利用者の方は個室、2人部屋、4人部屋のいずれかにお泊まりいただき、日常生活の動作訓練やレクリエーション、入浴、食事などのサービスをご利用いただけます。2つ目がショートステイです。ご家庭での看護、介護が一時的に困難になった場合などに短期間入所し、リハビリや日常の動作訓練、レクリエーション、入浴、食事などをしていただくサービスです。3つ目はお住まいの家から往復送迎にて施設にお越しいただき、日常の動作訓練、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスが受けられる通所リハビリテーション。そして4つ目が通所リハビリテーションを受けることが困難な方のお宅に、理学療法士、作業療法士が訪問してご自宅でリハビリを提供する訪問リハビリテーションです。いずれの場合も
利用者の方やご家族と相談の上、一人一人の体の状態に合わせたリハビリ計画を作成するとともに、専門のスタッフが看護や医学的管理の下での介護・機能訓練などを行います。リハポーター柏が全てのサービスの中で最も時間をかけて行っているのがリハビリテーションです。こちらの機能訓練室は、入所または通所されている利用者の方にリハビリをしていただく場所です。レッグプレスは下肢筋力の強化が期待できます。平行棒を往復することによって歩行訓練を行います。エルゴメーターは心肺機能の向上や筋力強化に効果があります。プラットフォームでは関節可動域の訓練をサポートします。機能訓練室では理学療法士や作業療法士が常に利用者と1対1でリハビリテーションをサポートしています。ここ見たくないですか？はい、はい、じゃあなるべく大きく、なるべくリラックスしてやります。この他にも様々な機器が揃っており、充実したリハビリテーションを受けることができます。機能訓練室のリハビリとは別に、利用者の方々が一緒に行うものもあります。こちらは毎日食堂で実施している集団体操です。身体機能の維持に効果的な運動や口腔機能の向上が期待できる内容の体操を行います。この他にも、入所者・通所者の方が楽しいひとときを過ごすためのさまざまなレクリエーション、管理栄養士監修による栄養バランスの整った食事、医師・看護師によるサポートなど、リハポート明石では利用者の日常生活の自立を支援するさまざまなサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。リハポート明石のご利用には、事前にお申し込みが必要です。お申し込み後、スタッフなどによる訪問調査、利用検討などを経て、実際のご利用が開始されます。詳しい流れについては、ご覧の番号までお問い合わせください。続いて、中央区からのお知らせです。6月22日土曜日午後5時から、日本橋公会堂ホール日本橋劇場で、舞踊、長唄、お囃子などさまざまな古典芸能を間近で見ることができる第21回古典芸能鑑賞会を開催します。費用、申し込み期限はご覧の通りです。詳しい申し込み方法については、区のお知らせ中央4月21日号8面をご覧ください。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は5月5日日曜日です。最後はイベント情報をご覧いただきながらのお別れです。それでは